スパイダーライダーズオラクルの勇者たちは、ビートレーン制作の日本のアニメ作品。略称は、スパラダ、スパライ。カナダの児童向けテレビ番組制作会社である、クッキージャーエンターテインメントの原案をもとに、ビートレーンがアニメの制作を担当した。日本での放送が始まる前から、先行して、北米地域での放送が開始された。 テレビ東京系で2006年4月5日から2006年9月27日まで毎週水曜日17時30分 -18 時00分に放送されていた。地上デジタル放送では16、9のフルワイドでの放送となっていた。本来4クール、前後1 2話の予定だったが、日本国内ではちょうど半分となる26話で打ち切り、ATX 放送分も同様である。 2006年10月からは、キッズステーションでも、本放送より半年遅れで放送された。2007年4月14日から同年10月13日まで、本来サンクール以降放送予定だった分を、スパイダーライダーズ蘇る太陽と海大の上で放送されていた。北米地域では、当初から全52話が放送された。2008年より12で再放送がスタート。こちらは、 全1 2話を通して完全無料放送である。冒険家を目指す少年、ハンター・スティールは、祖父の日記から人類が未だ足を踏み入れたことのない、未知の地下世界、インナーワールドの存在を知り、その世界への入り口があると言われる、南米風ピラミッドへを赴く。そこで不思議な声に導かれるかのように、インナーワールドへとたどり着いたハンターは、そこで直立し人話を話す。 謎の昆虫軍団、インセクターが起こす騒乱に巻き込まれる。この世界では、インセクターが、世界制覇の野望を抱き、日々その勢力を広げていたのだ。偶然にも、遺跡でロボット風の外角に覆われた、インナーワールド固有種の巨大な雲、スパイダーと共に戦う正義の戦士、スパイダーライダーの証を手に入れていたハンターは、その場にいたスパイダーシャドウと、パートナーとなり、インセクターを撃退した。 その後、その場にやってきた少女スパイダーライダー。コロナからこの世界の球場を知ったハンターは、スパイダーライダーとして、インナーワールドに平和を取り戻すため戦うことを誓う。だがシャドウは、地上世界の人間は災いをもたらす存在だと語り、なかなか、ハンターと共闘しようとはしない。突起のないものは、オラクルの勇者たち、蘇る太陽共通。王の順次の作画により、 テレビ東京の公式サイト及び携帯電話用サイトアニメ X にて連載開始。キャラクターや一部を設定はアニメと同一なもののストーリーは基本的に独自のものとなっている。漫画の特徴としてはアニメにも負けず劣らずテンションの高いグラスホップインセクターやコロナのパンチラなど後者に至っては迷惑の名物になっている。また、 4コマ漫画、スパークリング、スパークルは、現在見ることはできず、単行本にも未収録である。リード社観光の漫画雑誌、月刊少年ファングにて、2007年2月号より、再掲載の形で連載された。内容は、基本的に同じだが、テレビ、東京公式サイト掲載時は、下着姿だったコロナが、全裸になっていたり、新規に扉絵が描き下ろされていたりと、 数箇所修正、追加がなされている。2007年6月に単行本一巻が発売された。掲載紙はすでに休館しており、今後の連載再開や単行本発刊は不明。ありがとうございます。